皆さんこんにちは、アンコウです。アンコウのオペラ砲弾燃えよオペラ第、406回、今日は2024年の8月18日です。はい、暑い日が続きますね。台風一過、台風が過ぎて、皆さん台風の、被害などはなかったでしょうか。東京の方はね、思ったほどの、東京といっても僕は、新宿にいて、それから埼玉の入間に帰ったんで、そちらの方は思ったほどの、あれはなく、まあ僕は鹿児島県出身なので、子供の頃から台風のすごいものは経験しているので、まあそれもあるんですけども、今回は、そこまでのあれはなかったかなと思いました。少なくとも僕がいる範囲だよね。でも周りの方、千葉県とかそのあたりの海岸沿いの方とかまた大変だったと思います。お見舞い申し上げます。はい。で、それが過ぎまして、またものすごく暑い日がね戻ってきましたね。今日も本当にすごい晴天で、今僕は愛知県の一宮市っていうところに来ております。はい、今日はこれからですね、この後ろにありますこの一宮市民会館で、僕が演出した、昨年関西日会によって、初演された、カルメンですね、ジョジョビゼの名作カルメン、今日はここで、上演されます。はい、今までの吹田の本公演の後、岡山そして秋田と上演されてきまして、今年またこの一宮でね再演されて本当に嬉しいことです。はい、今回は、基本のあのプロダクション変わらないんですけども、あの出演される方がね、関西日会の方と関西歌劇団の方との、合同チームになっておりまして、今回僕は稽古全く見れなかったので、今日からやってきて朝照明の、最終チェックを先ほど済ませまして、これから児童合唱の稽古をちょっと見て、それからあの本番を見たいと思ってます。大変楽しみです。はい、もうたかまだ1年も経ってないんですけど、作ってからね、僕の中では結構遠い彼方に飛んでおりまして、今日これを見ながら、さっきも正面のチェックしながらね、いろんなことを思い出しました、その当時の、ことをね。カルメンに関してはもう本当にあのいろいろな思いがあるんですけども、それをですね、僕なりに込めて今回これ作っておりますんで、本当に楽しみです。はい、それではまた、報告したいと思います。皆さん良い一日を。